皆さんこんにちは。今回はこのタイトルでお送りしていきます。今回はこの8つの項目に沿ってお話ししていきます。まずはじめに私の自己紹介をさせていただきます。私のニックネームはユーミンです。帝京大学文学部心理学科に所属している1年生です。私の好きなことは映画やドラマを見ることなのですが、ジブリやバックトゥザフューチャーが好きでよく見ています。私は大学ではキャンパスライフチューターという学内活動をしており、オープンキャンパスの際に学生スタッフとして参加したりしています。私の自己紹介はここら辺までにしておき、早速本題に入りたいと思います。私が心理学科を選んだ理由をお話しします。私が高校生の時に自分と考え方が全く違う友人に出会いました。それが衝撃的で面白いなと感じると同時に、なぜこの人はこの場面でこういう考え方をするのかなどという他人の考え方が気になり、人の心を扱っている心理学という部門に興味を持ち始めました。そして進路選びをしている時、悩み事を家族や周りの友人に言えず苦しんでいる友人がいて、そういった人たちの波を少しでも軽くできるような人になりたいと思うようになり、心理学の道を志すことに決めました。私は日常生活の中のふとした出来事から心理学という今の学びにつながっています。高校生の皆さんも日常生活の些細なきっかけが進路選びにつながるかもしれません。進路に悩んでいる方がいましたら、ちょっと過去のことを振り返り、自分の興味ができた出来事などを思い出してみてはいかがでしょうか。続いて私が心理学科で学んでいることを紹介していきます。そのためにはまず私の1年次の春学期の時間割を紹介します。赤色の部分が必修科目といい、必ず取らなくてはいけない科目となっています。黄色の部分は公認心理師になるために必要な受験資格が得られる科目となっています。緑色の部分は総合基礎科目や帝京大学の特徴の一つである他学部の授業を受けることができるオープン科目から選んだ授業になっています。私の時間割は必修科目と公認心理師に必要な受験科目でほとんど埋まりました。ここで公認心理師受験必要科目とは何だろうと思った人がいると思うので、少し公認心理師について説明していきたいと思います。公認心理師とは最近できたばかりの新しい国家資格です。公認心理師の資格を取るとできることはたくさんあるのですが、特に医療や教育の現場で活躍することができます。そして公認心理師の資格を取るには指定された科目を取る必要があります。帝京大学では一部選抜により受けることができます。大学で指定科目を履修した後は大学院に進学、または指定施設で2年間の実務経験を積むことで公認心理師の資格を受験することができるようになります。そこで受かると晴れて公認心理師になることができます。こういった説明をすると少し難しそうだな、自分にできるかなと不安に思う方もいるかもしれません。ですが安心してください。帝京大学には心理支援室という場所があり、そこで公認心理師について質問をしたり、勉強等の悩み事を教授方に聞いてもらうことができます。私も実際に心理支援室で公認心理師についての質問をしたことがあり、疑問に思っていたことを解消してもらうことができました。さて私が学んでいることの紹介に戻りたいと思います。たくさんの学ぶ分野がある心理学科の授業で、実際にどのようなことを学んでいたのか、2つの科目について紹介していきます。まず1つ目は臨床心理学概論です。臨床心理学概論では、臨床心理学の成り立ち、臨床心理学の代表的な理論、心理療法などについて学びました。そのため、精神疾患や精神障害、自殺、認知症、心理学の流れ、心理的支援方法などについて学びました。2つ目は、知覚心理学です。知覚心理学では、視
覚、聴覚、味覚、嗅覚、触覚からの情報をどう脳に伝え処理しているのか、記憶の成立過程や右脳や左脳ではどのような機能の違いがあるのかなどについて学びました。また錯視という目の錯覚を実際に体験する授業もありました。このように他にも自分の体を実際に使って体験する授業が多く、身近な体の部位について学ぶことができたので、私の体はこうなっていたんだと新たな発見ができたり、とても楽しむことができました。続いて私の学生生活を紹介していきます。先ほどからお見せしている時間割表に沿って紹介していきます。授業と授業の間の何もない時間のことを空きコマというのですが、私はその時間で友達とおしゃべりをしたり勉強等をして過ごしていました。私の春学期の時間割でいうと、水曜日の3時間目の時間にあたるところを指します。次に授業が1個も入ってない日のことを全休というのですが、私はアルバイトをしたり、アルバイトがない日は授業の予習や復習をして過ごしていました。私の時間割では木曜日にあたることを言います。また私は先ほど自己紹介でも少し触れたのですが、キャンパスライフチューターという学内活動をしております。私は今まで積極的に学内活動などに参加するタイプではなかったのですが、友人誘われ参加したところ、新しい自分に出会うことができました。高校生までの私ではやらなかったことにどんどん挑戦していったり、積極的にいろいろな人に関わるようになりました。またオープンキャンパスに来た方に帝京大学の魅力を伝えられるよう、帝京大学の素敵なところや学科の魅力的なところを自分から知るようになりました。大学に入り自分を変えたい、変わりたいと思うことがあったら、ぜひキャンパスライフチューターのような学内活動に挑んでみてください。次に私が実際に入学して感じたこと、ギャップをお話ししていきます。まず私が実際に入学してみて感じたのは、心理学という学問は学ぶのは少し堅苦しいのが多いのかなと思っていたのですが、身近にあることの学びも多いので興味が湧きやすく、とても学んでいて楽しい学問だったということです。また心理学は高校の生物の授業で習ったことや数字やデータを扱う統計学も習います。ですので理系の科目もとても大事になってきます。そして私も実際に苦労したのですが、レポート提出の際にワードやエクセルを使うことになるので、パソコンを使えるようになっておくと大学に入ってからすごく楽になります。また高校生の皆さんが不安に感じていることに多いのが、友達ができるのかなということだと思うのですが、クラス別に受ける授業もあり、そこで友達もできやすいので不安に感じる必要はありません。そして大学は一人一人時間割も違い、自由なことも多いので、隙間時間を有効に使えるよう計画を立てて過ごしていくことが大事になると感じました。続いて帝京大学のおすすめポイントを紹介していきます。まず一つ目はソラティオキッチンです。ここでは学食を食べることができます。木を基調とした設計で照明の色が暖かく、とても居心地のいい空間です。内装が綺麗で、まるでカフェにいたように落ち着く場所になっております。また景色もとてもよく、八王子の街を見渡すこともできます。2つ目は、自習スペースがたくさんあることです。私は空きコマや放課後によく勉強をしていたのですが、自習スペースがたくさんあったので、その日の気分によって勉強する場所を変えて楽しんでいました。場所としては帝京大学の図書館、メディックや、さまざまな学習スタイルができるアクト3という場所や、ソラティオスケアの各階にある机を利用して勉強していました。続いて進路に悩む高校生の皆さんに、私が思う進路選びのポイントを伝えていきたいと思います。進路を選ぶ際の大きなポイントは、気になっている大学の雰囲気や通学の距離、その学科のカリキュラムや
良いところをしっかり調べておくことが大切だと考えます。その上で自分がなぜその大学の学科やに行きたいのかということを明確にすることで進路を決められると思います。また今の時期は少し難しいかもしれませんが、実際にオープンキャンパスなどを利用し大学に来て訪れることが一番の進路選びの決め手になると思います。実際に私もオープンキャンパスに参加した際、心理学科の先生とお話しし、先生方の雰囲気をつかめたことが帝京大学を選んだ決め手の一つとなりました。私がキャンパスライフチューターになって分かったことなのですが、学生スタッフは高校生の皆さんとたくさん触れて、帝京大学のいいところ、自分の学科のいいところを話したいという人がたくさんいます。なのでぜひオープンキャンパスに訪れた際は学生スタッフに積極的に声をかけてみるのもいいと思います。進路選びでできることはとことんとして、後悔のないように選んでください。最後に今回のまとめです。心理学科では必修科目や公認心理師に指定されている科目が多く、両方を履修すると時間割がかなり埋まることになります。ですが公認心理師を目指す以外にもたくさんの道があるので、自分の好きな科目を履修することができます。帝京大学の心理学科では心理学の幅広い領域について学ぶことができるので、必ず自分の好きな興味がある分野に出会うことができると思います。また公認心理師になるためには必要となる指定科目を取る必要があったり、いくつかの条件が必要になってきます。そして大学に入ると自由な時間割を組んだり、出会いの場が広がったりと、生活が今までと大きく変わることになります。新しいことに挑戦できる機会になるので、ぜひ大学生になったら新しいことにどんどん挑戦していってください。実際に入学すると思っていた大学生活とは違うなと思うギャップなども感じることになると思いますが、大学の情報を収集したり先輩の体験談などを聞けば不安になることはありません。そしてこれからの人生を決める進路選びは、自分が納得する道を選べるようにできることを全部して後悔のないように選んでください。高校生の皆さん、頑張ってください。応援しています。